ちは、チロルの佐伯巌です。今日は、黒部川をカンヌで下るっていうことで、今年発売されたアンティックス 2.0 を使って、黒部川の安らぎ水路っていうところ、決してそんなに優しいわけじゃないですけれど、そこをちょっと使って、それから海の方まで、川下りをするっていうのをご案内したいと思います。この安らぎ水路っていうのは、上の部分はすごく広くて穏やかな部分なので、初心者の練習にはもううってつけですね。基本的なパドリングの練習、それから、ひっくり返った時のロールの練習で、ちょっとしたサーフィン、波を渡っていくっていう練習簡単にできるんで、そのまま、本流に入って海まで、下れる、約3キロぐらいですか。黒部川とてもいいところなんで、もしチャレンジしてみたい、あるいはレッスンを受けてみたいっていう方がいらっしゃれば、早めにご予約いただければ対応できると思います。ぜひワンステップ上の川下りをしたいと思われる方は、お問い合わせください。